ですか。これは、私も打てないでくださいね。これこう押しますね。これ行きませんね。いいですか。この腕がちょっと角度変えます。わかりますか。腕じゃないんですよ。腕でやっちゃうと、こうやって頑張っちゃうから。ただ相手に自分の体を合わせる、乗せちゃうという。はっきり言ったらこのまま押せばいい。ただ相手が安定性あるから、この角度をちょびっと変えるだけだもん。簡単でしょ。そうすると、受けを取ってくれてるように見えるでしょ。これをこう変えるだけです。で今度、持たれたときに、これがこう変わるだけです。それは、こう変わらないで、ここが変わるっていう。そうすると、相手がまっすぐ持ってても、手を変えてもいいですけども、これ腕力になっちゃうから、今度は手は預けて、ここが変わるんです。お腹の中が変わるんです。わかりますか？ただ理屈は表から行かないといけないですから、大きな動きから行かないとわかりませんから、相手に力よく持っていただいて、なんで押していただいて、それで相手が対抗しますから、ここをちょっと角度を変えるだけなんです。でそれをしばらくしたら、手は預けて、このままにして、押す状態同じですね。受ける状態、上げる状態。あとは、なんとか自分で考えてください。だから私考えてくださいって言ったんです。考えなければ、ここだけは、わかりません。自分の中ですから。あとはここが変わるわけです。そうすると相手を押します。ちょっとこれだけやってください。あと、1分だけお願いします。